白いチャンピオンユニフォームを身にまとって、この難関勢が勝ちを狙っていきます。6番の鳥取がまずは動いた。瀬戸内勢上昇に乗ってきた9番の和田まくる、1番の和田健太郎を続く難関勢が前々に打って出ましたが、今度は3馬車高橋真也上昇を開始してジャンを迎えるバックストレッチ、前を叩いていく3番高橋、6番鳥取は2番手で粘ります。7番渡辺との横の争い、レースは残り1周、前がごちゃついた流れを今度は4番の森田優也一気に叩き切りました。かまし切った4番の森田優也に続いた2番の平原浩太、埼玉2人が飛び出して、それを猛追は9番和田まくる、1番和田健太郎、2人が追っていきまして、2センターから4コーナーカーブインコースついて3番高橋直線コースです。4番の森田先頭、あとは外側2番車、2番の平原、内1番の和田健太郎。レースは3周回目、3、4コーナー中間回るところ、7番の和田まくるが3番手の位置、8番山田の上昇を確認しました。5番車黒沢誠二引っ張るライン形成を抑える形から上昇をかける8番の山田。レースはジャン周回迎えて、インを切った7番和田まくるの前に8番山田と4番の山口、岐阜勢が立ち、2コーナー抜けていくところ、外並走5番車黒沢が発進してジャンの3コーナーにかかっていく。最強ライン3名ができりました。8番山田4番手、そして人気の難関勢は6番手、残り1周1コーナー回っていく。5番車黒沢明治の仕掛け先行勝負で、2番の宿口が後ろを確認している、車間を少し置いて前をかばう動きになっています。3番手まで6番佐藤、そしてまくってくる7番和田まくる、外からはさらに9番車高橋、まくりの上をまくっていく。1番和田が切り替え直線コース、9番車高橋抜けての1着、あとは外から3番園田。でまずは様子を伺う構え、1番の稲垣宏行が3番手中段から後ろを伺う。今度は後方展開、西勢が上昇をかけてレースは打掌周回へ迎えていき、さあ5番車渡辺和成が先行に構えるのか、少し外に持ち出す形で西勢を牽制した、後ろに置いた。1番の稲垣宏行が3番手中段を得ていますが、ジャンデー一気に後方から吹かして上がってまいりました。2番の町田大河が前を叩きますが、しかし西勢が瓦解しています。2番車町田大河先頭に躍り出て、残り周の1センター通過していく。あとは2番手回り、5番の渡辺のまくりの反撃はどこからか。1番稲垣がまずは先に仕掛けていった。5番車渡辺和成の反撃、2番手からのまくり発進で続いていく。3番森沢自ら外に振っていく。2番町田先頭、2番車町田先頭、あとは外側3番車追い込んだ。3番2番、4番の松川貴弘が中段4番手を抑えています。あとは2番の野口博士が上昇をかける合わせて、4番の松川貴弘も行きまして、レースはジャン周回行為を伺ってまいりました。4番の松川貴弘のさらに外側を追いかぶせる形で2番の野口博士が進撃した。2番車野口が先頭に立ってジャン前2コーナーからバック、4番の松川中段を得ましたが、ちょっと前のラインとは離れています。5番の森田優也でありますが、外並走外に浮かされる展開とはなっていますが、反撃なるかどうか。1番の平原が5番森田と離れている。残り周の1コーナーカーブ、2番車野口がどんどん逃げていきます。9番の岡村が2番手、続く7番萩原中段得た。5番車森田優也がまくっていく、それに食らいついていく1番の平原浩太、5番車森田に追いついて3、4コーナー中間です。5番車森田上昇阻まれている直線コース、2番の野口先頭だ、野口先頭、あとは9番車追い込んできて両者の1着争い、外からは7番の萩原。森沢ついての強力な東北セット、その東北勢が後ろを気にしだして短期1番宿口、後方展開4番野口博士が上昇をかけるが、まずは3番車高橋真也が陰を切ります。
3番、5番、東北勢前抜けて1番の宿口、3番手、今度は4番車、野口博士。野口が一気に主導権を奪いました。体勢縦1列、7番の村上が4番手に入り込んだ。ジャンノー最4コーナー、勝負どころ、2線高り4コーナーカーブ。8番、町田は後方から追い上げる体勢も大きく外に振られる感じだ。残り1周迎えた、4番、野口の先行。9番下岡村、続く6番萩原、そして4番手7番村上義弘が先にまくっていく。その後ろを追う3番の高橋、さらに上をまくってくるか。続く5番森沢、2線高のコーナーカーブ。4番野口が逃げる。9番下岡村追い込んで直線コース、9番下追い込んでくるが4番下か、4番野口か。